体はシェフトさんの一つの事業としてスタートしたいというふうに考えております、うん、年収はですね、提示したいなと思います。どうもシュンです。こんにちは。今回はシフトさんとのタイアップ動画なんですけども、地頭検定を前回キーちゃんに受けていただいて合格されたので、今回はですねその次に待ち受けている、トップギア採用と呼ばれる採用の試験を受けていただけたらなと思っています。今回もシフトさんの社員さん2名にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シフトの菅原と申します。今新卒採用を担当しております大島と申します。今回受けさせていただくトップギア採用についてお聞きしたいと思っています。はいはい、まずですね、トップギアというのは文字通りトップにギアが入った状態ということで、はい、シフトは非常に速いスピードで成長していると。 1.5 倍成長というのを12年連続でですね、しているので、やっぱり意思決定の速さとか成長していく傾きっていうのが、経営ボードを含めてですね、非常にみんな速いんですね、はい、なので新卒の方でもすぐにギアをトップに入れて活躍していただけると、そういう方をですね、よりすぐって選考させていただきたいというのがですね、トップギア採用の中身でございます。はい、日本にはですね、事業家とか、企業の中で事業を成功させていく人とか、それから起業していく人って非常に少ないんじゃないかなと思ってまして、特にシフトのグループ会社が今30社以上あるんですけれども、その中でやっぱり CEO、それから COO とかですね、CXOできる方っていうのがやっぱり少ないなと思ってまして、それはプレイヤーが非常に少ないんだなと日本の中で思っていて、やっぱり優秀な方って就活が2月ぐらいに終わって外資の銀行さんとかですね、外資のコンサルとかに行かれると思って、それは非常に重要な社会にとって役割だと思うんですけれども、その中の一部何人かでも事業会社ですかねに来ていただいて、で CXO を目指していただくと、そういうところっていうのがですね、シフト率先してできないかなと思ったトップギアで、そういう方を選んでいこうと、来ていただこうというのがですね、背景にあるので、特にどういった要素を持っている方を特に採用したいと思っていらっしゃるかをお聞きしてもよろしいですか。地頭検定で、地頭の良さとかですね、論理力、緻密性とかですね、そういったところを測っているんですけれども、それに加えてやっぱり率直さ、素直さとかですね、起業家マインドを持っているかみたいな、そういう素養を採用しようとしています。であとはですね、シフトクレドっていう非常に大事にしている心情の中にもあるんですけれども、できないと思っても何かトライしようとして推進力とか胆力とか、あとはですね、常に 2,3 個上の目線でものを考えられているかというですね、資産の高さみたいなところをですね、観点として見ております。シフトさんの新卒採用の不人給っていうのが結構高いっていうお話もお聞きしたんですけども、今ざっくりどれぐらいかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。今シフトの採用コース4つありまして、基本的な総合職の方だったりとかっていうところは、350万程度っていうところでご提示させていただければと思っております。あとはですね、今回選考を進んでいただいているようなトップギアコースっていうところは、やっぱり最初からスタートダッシュを決められるっていうところになるので、やっぱり能力の高い方が集まってくるというところで、そこは選考の段階で400万から800万程度というところを、役員陣と選考を重ねながらジャッジさせていただいて、最終的にオファーさせていただくという流れになっております。じゃあ今回はみーちゃんが、いくらかっていうところをご判断いただけたらなと思ってます。じゃあ早速今からきーちゃんにプレゼンをしていただきたいなと思うんですが、意気込みの方をお願いします。正直すごい大変だったんですけど、丸2日間くらいかけてマジっすか整理してきたので、ありがとうございます。私の強みは結構熱意とか笑顔みたいな言われるので、そこをプレゼンに乗せて思いを伝えていければなというふうに思います。今回きーちゃんにプレゼンしていただく内容に関しては、実際のシフトさんが出されているトップギア採用の課題の3つほどあるんですけども、社会課題の提案であったりとか新規サービスの、プレゼンみたいなところの中から1つ選んでいただいて、今日はプレゼンいただこうと思います。始めさせていただきます、よろしくお願いします。続いてが企業側のメリットになります。大きく2つありまして、1つ目が最も大きい部分になるんですけれども、採用コストの削減です。実際に採用と教育費、それだけで約 320.5 万円分ほどかかっているというようなデータがありますと。実際にその日本全体の経済損失としても約 1.2 兆円とも言われていまして、その採用教育費の削減をするために、その前にある復職率の向上、実際に辞める人を減らすという方が効果的なのではないかなというような流れになっております。2つ目が企業ブランディング。
まあ、これは物理的な要素なんですけれども、実際に今経済産業省が推進している健康経営の流れに実際に健康経営を実現してますよというような優良企業というようなアピールができるというふうに思っています。この導入について続いてご説明させていただきたいんですけれども、このサービス自体はシフトさんの一つの事業としてスタートしたいというふうに考えております、うん、でその理由としては大きく2つありまして、1つ目がシフトさんの豊富な顧客基盤で、2つ目がデータを活用してそのニーズに合ったサービスを提供できるというものになります。まあ、シフトでは結構ですね、明日10社売るなら、はい、それから明日この従業員が10人100人使ってくれるならどんなことをしますかというところって結構こう早いこうサイクルで考えていこうと思ってるんですけど、はい、例えばもう明日提案しに行くとなった時に大塚さんだったらどういうテーマとかトークでどういうそのロジックでお客さんにこう提案をするか、あるいは従業員に提案をするかっていうのをもう少し具体的に深掘るとどうですか。私自身がまず従業員の方に対して行うものとしては、その境遇にいる方々、うん、まあ、仲間じゃないですけどサポーターとして集めたいなと。なるほど、インフルエンサーで。そうですね、うん、はい、で実際に今のご時世結構ジェンダー批判みたいな問題も多くて、で SNS であったりメディアに取り上げられることも多いので、少し発信するだけでも時代の流れを生かして幅広い層にリーチできるのかなっていうふうに考えています、うん、なるほど、味方をつける。そうですね、はい、はい、味方をつけて草の根活動みたいな感じにはなってしまうんですけれども、発信していきたいなっていうことで、採用コストの低減とか効果を歌っていただいてたと思うんですけど、はい、会社側が採用コストをこれとスイッチするっていうか、はい、っていうところのロジックがちょっとまだ分かってないんですけど、はい、ここはどう考えていますか。まあ、まず採用とそれに伴う教育費には莫大なお金がかかるというところがありまして、うん、辞めさせない、そこに退職させない、そうですね、はい、退職させないことで採用教育費を削減できるというようなロジックで考えました。ということで、これから結果発表なんですけども、はい、相談するということで、はい、別室で、はい、ちょっと協議していただけたらなと思います。はい、じゃあ、採点始めていきましょう。はい。はい、さっきのプレゼンを聞いて、観点としては、競技が終わったということで、早速結果発表の方をお願いできたらなと思います。はい、じゃあまず合否から、ね、丸出しの札を上げていただけたらなと思います。はい、お願いします。大塚さんはですね、合格で。おー、はい、おめでとうございます。ほっとしますね。理由を教えていただいてもいいですか。はい、やっぱりですね、視点が非常にこう面白いのと、あとはまあしっかり調査をして、で自分のその、ロジックを組もうというところが、まあ、非常にこう分かりやすかったかなと。あとまあプレゼンの仕方もですね、やっぱりちゃんとそのしっかり伝えるという力がすごいあるなと感じまして、合否では合格でございます。はい、今の聞いたのプレゼンの釘屋採用ではどれぐらいの今の年収査定といいますか。はい、じゃあ年収はですね500万で、提示したいなと思います。ちなみに なんでですか。はい、800万の方と、まあ、何が足りなかったのかというふうに考えた時にですね、結構まあ調査はいろいろこう調べる情報というのを配置していただいてるんですけど、やっぱりそこの間につながるロジックを組み立てるという力が少し足りないのかなというのを感じました。例えば採用の部分とか営業の部分とかですね、もう少しこうブレイクダウンしてこう組み立てていただけると分かりやすいかなと思っています。で、あとはですね、結構他の方でも面談をしたりしていると、例えばですね、広げていくという手段を考えた時に10人ぐらいにインタビューをして、実際にこのサービスが伝わるというか広がるということが分かったので、これを一つのこうロジックにして広げ方を考えましたとかですね、そういう方もいますし、まあ、そうなっていると本当にこうすごい小さな PDC を回すっていう方なんだなと思うので、そういうのとかがあったりすると、それは別に、まあ、調査とかだけじゃないんですけども、そういうその素養が見抜けたら、うん、もう少し上でプラス提示してたんじゃないかなと思います。うどうですか。嬉しいです。自己肯定感上がった。
ちなみにこのトップギア採用動画を見て受けたいなと思った方とかもいると思うんですけども、受けるってなった時に準備とかってできることありますか？この試験のための準備っていうのは難しいんじゃないかなと思ってます。やはりその日頃からどう考えて生活するのかとか、何か一つのニュースがあったとしてもそれに対してどう自分だったらこう動くのかっていう仮説を立ててみるとか、そういうのをこう繰り返している方の方が強いかなと思うので、試験向けの準備はないかなと思います。はい、自分を磨いていただくのはいいんじゃないかなと。今合格されたと思うんですけど、その後のフローってどういう形になるんですか？はい、この後のフローにつきましては、いわゆる普通のフローであれば面接と、プレゼンしていただいた後に合否結果をお伝えさせていただいて、その後実際のこう年収をオファー面談という形でご提示させていただく形になります。じゃあもうトップギア採用が終わったら、はい、もうほぼ内定みたいな感じなんですか？はい、そうですね。よかったね、キーちゃん。じゃあ、はい、内定一つ目。この動画を見てシストさんに興味を持った方は、ぜひ下の概要欄に新卒のホームページや関連する情報が掲載されているので、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。前回の動画も概要欄に貼ってあるので、ぜひ合わせて見ていただけたらなと思います。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。